はい、こんにちは、カツオです。今回はですね、こちらの商品をご紹介したいと思います。 IGP スポーツさんから発売された BSC300 の T というサイクルコンピューターとフロントのライトですね、この2つをご紹介したいと思います。話の流れとしましては、製品のスペック紹介、そして今日ですね、3つのサイクルコンピューターを並べて走ってきましたので、その映像を見ていただきながら、良かった点、それとちょっとね残念な点で、どんな方にマッチするのかというところをね、お話ししていこうと思います。 BSC300T ということで、 T はタッチパネルができるようになったということになっています。で、スペックにつきましては、画面は 2.4 インチ 240×320 の解像度があります。タッチパネルもできるんですけれども、6個のボタンがついています。マウントについてはガーミンマウントと同じです。サイズについてはガーミンの830よりちょっとね、一回りちっちゃいような感じで、実測で 66g ありました。バッテリー持ちは20時間、メモリーは 8GB あるということになってまして、充電ポートはタイプ C ということになります。で、センサーにつきましてはね、シマノの DI2、 スラムの E タップ、カンパネオロ、ほとんどのね、センサーに問題なく接続できると思います。で、GPS につきましては、シングルバンド5衛星ということで、これもね、特に問題なく GPS はキャッチしてくれますので、後ほどね、ログのデータもご紹介していきたいと思います。タッチパネルの様子をね、ご覧いただけたらと思います。スマートフォンほどじゃないですけれども、こんな風にね、サクサク動いてくれる感じでございます。特にね、ストレスは感じることはありませんでした。で、良かった点をお話していきますけれども、今までね、BSC300 というのをね、全く同じタイプを使ってきましたけれども、タッチパネルのありとなしとではね、随分ね、使いやすさが変わってきます。とはいうものの、ボタンもありますので、合わせて使うことで、非常にね、気持ちよく操作をすることができたというのは非常にね、良かったと思います。またね、これまでずっと長い間、ガーミンの830を使ってまして、それでもね、十分、小ぶりで軽いと思ってたんですけれども、それの一回りね、小さくなって、軽いので、非常にね、それも良かったと思いました。あとですね、BSC の300に比べて、300T は充電ポートの位置がね、変わったんですね。今まで走りながら充電することができなかった。たんですけれども、 300T になって充電ポートの位置が手前にねなりましたので、ロードバイクに乗りながらマウントにねサイクルコンピューターを装着したまま充電できるという位置になったのは非常に良かったと思います。それと数字フォントもですね、非常に見やすいので、画面は小さいんですけれどもね、そこは特にねストレスは感じませんでした。で、あと何といってもね、価格ですよね。 21,560円ということで、カラー液晶のタッチパネルサイクルコンピューターとしてはおそらく一番安い価格じゃないかなと思います。で、 BSC300 と同じ定価になってるんですけれども、300の方はね、おそらく少し価格を下げられるんじゃないかなと思います。ちょっと想像ですけれどもね、この価格でカラーでナビもついてタッチパネルができる、そしてこの軽さっていうのは、私にとってはね、非常にちょっと衝撃的な価格設定だなと思いましたので、以上のようなところがね、個人的には良かったかなと思うところでございます。一方でね、ちょっと残念だなと思ったところになるんですけれども、今日ね、3つガーミンと IGS800、 それから BSC300T をね、3つ並べて走ってきたんですけれども、地図を表記しているときにやっぱりね、一番見やすいのはガーミンが一番見やすかったです。で、なぜ見やすかったかというと、色のコントラストがガーミンが一番強いんですね。 IGP スポーツ2つともやっぱり色味がちょっと薄いんですね。特にそのサングラスをかけてナビを見るときですね、こちらに行けっていう緑の線は比較的濃くて、そこは分かりやすいんですけど、地図全体の道とかが非常にね、淡い色で、あえてそうしてるのかもしれないんですけれども、私の年齢によるものかもしれませんけれども、そこがね、ちょっとやっぱり見にくいなというふうに感じました。あとはね、300T は画面が小さいので、あと何メートルで曲がれっていうね、表記が画面の上に出てくるんですけれども、それが緑の線とね、ダブったりすることがあるので、致し方ないと思うんですけれどもね、そこが少しちょっと残念かなと。慣れてくればここで曲がるっていうね、数字がね、はっきり見て取れると思うんですけれども、ちょっとね、残念だなと思ったのはその2つでございます。ただそれ以外のところはサイクルコンピューターとしてはもう必要十分というか、もう必要十二分で、こちらが知りたいデータについては全部表記してくれますし、おそらくね、ほとんど9割以上の方が満足してもらえるような
正義の内容になってるんじゃないかと思います。それから VS500 ですね。こちらの方のご紹介になりますけれども、見た目はねアルミのボディで非常にかっこいい感じでございます。マックスが500ルーメンで 3.5 時間。それから真ん中が250ルーメンで8時間。100ルーメンで35時間持つというところでございます。で、一番びっくりしたのは、速度に合わせてライトの明るさが変わるようでございまして、スピードが上がるとライトが明るくなって、遅くなるとライトの明るさがちょっと落ちてくるという仕様になっているようでございます。すごいことができるようになるんですね。で、サイクルコンピューターとペアリングさせて、まあ、こんなこともできますので、ちょっとご覧いただけたらと思います。これ使用時間が出るのがいいな。9.55。9.55 使いますと。ほいで、これだったら、あ、これで使用時間が変わる。お、36時間。あ、コードフラッシュだと59時間も使えるか。これはいいな。これはちょっと分かっていいと思います。ここで帰れる。ほう。ほう。ああ、こういうことがね、できるんですね。スマホが得意な方にとってはちょっと便利なライトかもしれません。まあ、防水もね、非常にしっかりしているような印象を受けますのと、まあ、ただね、一方でちょっとね、これも残念だなと思うのは、このね、マウントは、どうにかならなかったのかなという気がいたしますね。まあ、これね、外して前後逆さまにね、付け替えることができるんですけれどもね、これがね、本体と一体型にならなかったのかなというね、気がいたしますね。それとまあ、バッテリーのね、容量も大きいのもあるのも原因の一つだと思うんですけど、160g あるので、ちょっと重たいかなというふうにね、個人的には思いました。あと価格が6900円ということで、自転車のね、ライトっていうのは結構ね、いろんなメーカーから出てて、価格もね、お安いものもあったりするので、圧倒的にね、これがね、一番いいかっていうとね、なんとも言い難いところもありますけれども、サイクルコンピューターとの連動もできますので、IGP スポーツでね、セットでお使いになるのはね、安心感もあるんじゃないかなというふうに思います。でね、どんな人に会うか。というお話をしていこうと思いますけれども、まあ、私ヒルクライムレースはガーミンの830 82g の830を使ってたんですね。これでも十分軽いと思ってたんですけれども、 BSC の300並び 300T は 66g なので、まあ、ヒルクライムでも使って、そうはいうもののナビゲーションも欲しい、でも安いサイクルコンピューターがいいという方にはね、うってつけのサイコンだと思います。一方でそろそろ老眼を迎える方、もうすでに老眼、私のように老眼になっている方におかれましては、やっぱりね、ちょっとちっちゃいかなと。というのが私、IGP スポーツの800をね、使ってますと、そっちの方が非常に大画面で、ナビのね、まあ、色合いのコントラストは若干ね、ガーミンに比べると淡いですけれども、大きい分ね、非常に見やすいので、ちょっと老眼怪しいなという方におかれましては、お値段上がりますけれども、800を行かれた方がいいかもしれないです。ただ、ご予算のある方は、ガーミンに行かれたら、いいと思います。ただ私もね、ずっとガーミン使ってきたんですけれども、非常にアプリも充実してますし、いろんなことができるんですけれども、実際にね、そのいろんなことで自分で使ってるのはね、本当にね、10% か 20% ぐらいじゃないかなというね、感じもする中で、そういう意味ではね、IGP スポーツさんのサイクルコンピューター、私にとってはね、必要十二分の感じがいたしますので、価格における性能、品質のね、バランスで言うと、まあ、いわゆるコスパフォーマンスでいくと IGP スポーツさんは一つ二つね、飛び抜けているんじゃないかなというふうに感じますので、まあ、100点満点ではないですけれども、ナビゲーションのね、コントラスト、色のコントラストだけね、変えてくれたらね、本当に100点にね、近づくんじゃないかなと思うんですけれどもね。以前もね、要望出してたんですけれどもね、なかなかやっぱ難しいんですかね。そこだけぜひね、変えていただきたいなというところでございます。ということで、今回は IGP スポーツ PSC300T、並びにライトの 500SV のご紹介でございました。ぜひね、この動画を見て皆さんにとっていいサイクルコンピューターやフロントライトをご検討するきっかけになれば幸いでございます。最後までご視聴誠にありがとうございました。以上です。